いやー、マジ渡辺優太すげーよなー。これ、スリーポイントコンテスト出場余裕じゃねー？いや、そんなに甘くないと思いますよ。あ、お前誰やねん？あ、もしかしてお前、こないだ渡辺優太のこと侮辱してた、チャンドラーパーソンズか？誰がイケメン辛口コメンテーターや。ちょっと待って。はい、はい。イケメンまではね、自分で言わない方がいいっす。誰がイケメン辛口コメンテーターや。いや、俺はデータで語る系 NBA YouTuber やらせてもらってるものなんですけども。データで語る系 YouTuber？ おいおい、偉そうなこと言ってんじゃねえかよ。そんなこと言ったらよ、俺のことをよ、データで論破してみせろよ。おお、やってみせてやれよ。早速ですが、2022年から遡って過去8大会のデータをピックアップしてきました。ただ2021年大会がですね、ちょっとコロナの影響でイレギュラーな開催となっていますので、そちらを除いて8大会とさせていただいています。で、まあ、この8大会で出場者の平均のスリーポイントの成功率を調べたんですけれども、だいたい選出されるタイミングのこう1月末ぐらいですかね、まあ、だいたい2月上旬ぐらいに選ばれるんですけど、そのまあ1月末で仮に切った場合の成功率の平均が 40.6% なんですよ。おーおー、なるほど。で、対して渡辺優太選手、現在 50% を超える成功率で決めているので、まあ、過去の出場者と決めても確かにトップレベルの成績、もう成績だけ見たらもう素晴らしいと言って過言ではないかなと思います。ちなみに 50% 超えの選手がそもそも2015年のカイル・コーバーですね。もうスリーポイントの技術だけでオールスターまで登り詰めたすごいやつなんですけど、懐かしい彼ぐらいしかいないっていうところなので、もうパーセントだけ見たらもう素晴らしい、もう絶対選ばれてもおかしくないというような感じです。いや、もうこのデータ示してる通り、そんだけトップクラスだったらさ、余裕でしょ。お前何さっきみたいな話してんだよ。ただちょっと厳しいなと思ってるのが、スリーポイントの1試合あたりの試投数になります。過去8大会出場者平均 6.8 本1試合で打ってる、まあ本当にバンバン打っていくようなザ・シューターみたいな、ないしはエースクラスの選手たちっていうのが出場しているんですけれども、渡辺優太選手平均20分未満ぐらいの出場時間っていうのも相まってですね、1試合あたり 2.5 本ぐらいしか打っていないんですね。で、これはやっぱ他の出場者と比べるとかなり少ない、1試合あたり そのシュート本数が少ない、まあ確率は高いんだけれどもっていうところが、ちょっとね、この他の大会で出ていた、過去の選手たちと比べると少し物足りないのかなっていう感じがしますね。まあね。で、もちろんね、平均2本台、3本台しか打っていないって選手たちは、過去8大会でもいるんですけど、例えば、セス・カリーとかは、このステフィン・カリーとのその、兄弟対決っていうところを見せたいっていう、バーター的なね、ちょっと言い方悪いですけど、バーター的な出方してますし、ダーク・ノビツキーに関してはこのシーズンで現役を引退するっていうところで、まあ、ゲスト参加。あの年か。されてるっていう感じですし、2016年よりも、まあ、遡っていけば2、3本しか打ってない選手たちって出てくるんですけど、ただこの2017年以降、2016年ウォリアーズがスリーポイント革命を起こして以降、どんどん右肩上がりにシュートの試投数っていうのがスリー増えていっているので、なるほど。まあ、ちょっとそれ以前だとちょっとね、その参考値扱いになっちゃうのかなという感じで、こう見ていくとやっぱりたくさん確率よく決めてはいるんだけど、ただシュート自体はそんなにね打ってないのかなっていうね感じがしますね。いや、まあね。まあ、そんな気はするけど、工業面でいけそうじゃん。日本人でさ、今人気出てるしさ、めちゃめちゃ出せば盛り上がるじゃん。そういうデータない？実は、あるんですね。マジか。はい。先ほどまではちょっと出れなさそうだなっていうようなね、そんな渋いような話し方してましたけれども、とはいえ、今回オールスターの会場、ユタ州ソルトレイクシティなんですけれども、このユタ州が、日本とね、ゆかりがある土地だったりするんですね。そうなんだ。まず一つ、日系人初の NBA 選手、ワッツ・ミサカさんの出身地でもありますし、ユタ大学の出身でもあるので、まず彼が非常にそのユタに対して、はい、縁がある。そういうような日系人の選手が過去いたっていうところも大きいですし、もう一つですね、ソルトレイクシティって毎年4月頃に日本祭りっていうのを開催しているらしいんですよ。過去を遡っていけば、岩倉智美使節団っていうね、もうだいぶ昔の話になるんですけれども、そこから始まったりとか、あと太平洋戦争中にもね、
日系人の強制収容に唯一反対した州であったりとか、まあ、そんな感じですごくあの日本とゆかりがあるというようなところなので、じゃあ八村塁選手と渡邊雄太選手、八村塁選手も今シーズンは 34% 台外のスリーポイントパーセンテージになってますけれども、とはいえ昨シーズンとかね 45% 近く決めていましたから、この2人の日本人対決っていうパッケージ化、要はセスとステフな兄弟対決みたいな感じでパッケージ化すれば、なんかスリーポイントコンテストワンチャンあるんじゃないかなっていう希望は僕はね持っているっていう感じですね。いやほらこのデータっていうか情報見たらよ、工業面的にもいけそうじゃねえかよ。ただ数字面にですねもう一回戻ると、じゃあ渡邊雄太選手と同じような数字を残している選手が過去大会に出れているかっていうと、もちろんセスカリーだったり、あとはちょっと遡りまくりますけどマルコ・ベリネーリだったり出てる選手はいるんですけど、ただね昨シーズンで言えば PJ タッカー44試合の出場3も、まあ、3.1 本打って 47.1% で決めてますっていう PJ タッカーが出れなかったり、さらに遡ればジョージヒルが51.1% 決めて出れてなかったり、ロドニーフットが 49.3% 決めて出れてなかったりとかあるんで、やっぱこうやって見ていくと、そういう日本人対決みたいなのをパッケージで作れればね出れるかもしれないですけど、渡邊雄太選手がそういうの関係なく単体で出るかっていうとなんか難しそうだなっていうね、そういうような気はしますね。いやーでもやだ、俺渡辺雄太スリーポイントコンテストで見たい。まあね、でもまあそんなこと言われてもね、いやーなんか腹立ってきたわ、ムカつくわ。だからもうロンバ系とかそもそも俺嫌いやし、分かった、もうお前のヤマッピチャンネルに俺邪魔しに行くから、お前ら視聴者もヤマッピチャンネル邪魔しに行ってボコボコにしてやろうぜ。いやいや、ちょっと勘弁してください、勘弁してください。はい、ってなわけでご視聴ありがとうございます。あの台本はね俺が勝手に作って山木さんに言わせてるだけなんで、山木さん別に渡辺雄太のアンチとかじゃないんでご理解ください。で皆さんぜひコメント欄の方に渡辺雄太がねスリーポイントコンテストに出れるかみたいなのを書いてくれると嬉しいです。俺的にはまあ山木さん言ってる通り、まあちょっと厳しいのかなとも思いつつ、あのぶっちゃけ何やるか分かんないからさ、 NBA が何考えてるかってマジで分かんないから、もう工業的なこと優先したら全然選ばれる可能性ある。で最低限八村塁がロサンゼルス来たことによって結構その人気とかもね上がってるわけよ、八村塁の。だからスキルズチャレンジとかで日本人コンビで渡辺雄太八村塁なんかゆかりのある人みたいな感じになっても面白いかもね。あとまあこんな感じでコラボとかをね随時募集してますんで、僕でよければぜひコラボさせてほしいです。俺はもういろんな感じで NBA であったりバスケのコミュニティ広げていきたいんで、 NBA に関わらずインフルエンサーの方でバスケやってるよって方いたらぜひ DM の方ください。僕の方から送る可能性も全然あります。てなわけでありがとうございました、さよなら。